クリスチャの皆さんこんこにちは笠原と言います今回は無理だと思ったのに私が体験した逆転劇ということでこういうテーマでお話をさせていただきたいと思います。で私の人生の中でこのものすごい大逆転ということを見たことっていうのは何度かあるんですけれどもその一つとして、えー、と私の父がヘルニアで手術をして そして入院したという時のことなんですけれどもでその入院費そして手術費を支払わないといけないというそういうふうなことで経済学校も厳しかったとっいうことがあったんですね。で特にその時には父が入院したのが、えー、と月末そして月をまたいで入院したことによって2ヶ月間何て言うんですかねその医療の。 その制度みたいなものがあってこれ2ヶ月またいだ時になんかお金が倍かかるみたいなそんな感じにこうなってしまったんですねそれで普通だったらそのこのぐらいの額で支払えばいいっていうところをその入院費用が高くなってしまうっていうことになってしまったんですで困ったことになったなと思ったのはもともとね経済的には厳しい状況の中でしかし父の,そのヘルニアっていうのが非常に厳しくて、まあ、あのもうちょっと手術しなくちゃいけないっていうことで。 どうしてもっていうことになったわけなんでそれはそれであの手術が成功してよかったわけなんですけれども経済的には非常に厳しい状況の中でしたのでこれを支払っていくっていうのはどうしていくんだろうっていうことだったんですねでえっとまあ退院するその時期が近づいてきましたでもうもともとね経済的に厳しかったこともあったのでお祈りをしてたんですねずっと経済が与えられるように。 入院費とそして手術代を支払っていくことができるようにその経済を与えてくださいってこう祈り続けてきましたでそんな中でですねなかなか経済が与えられていかないなかなか経済が満たされていかないっていう現象があってですねで退院の日までにその経済が与えられていれば、まあ、良いということだったのであのそこまでずっと祈ってたんですね で来る日も来る日も祈ったんですけれども,もう全然この与えられていく兆しがないそれ満たされていく兆しがないっていうような経済がこの与えられる兆しが全く見えないっていう状況だったんですねもう無理かなってもうこれは無理なんじゃないかなってね下手したらこれ借金かなっていうふうにねそんなふうにこう思ってしまいました。 ただ、私たちは借金をすることなくということを、ね、当然祈っていましたしまた、神様を与えてくださいってずっと祈りながら与えられないことも今ないことも感謝しますとかね聖書には全てを感謝するようにと言っていますから感謝します、感謝します、感謝しますってねそして求めなさい、そうすれば与えられますってありますから求めます、与えてください、手術費用そして入院費用を与えてくださいってねこういうふうにこう祈っていきました。 そして、えっと、いよいよ、えっと、退院の日が近づき、その前日になったんですけれども、どうだったのかというと、与えられないんですね。経済が来ない。おかしいなあと思ってですね、神様与えてくださいって、こんなに祈ってるのにってね、ずっと祈り、感謝してたのにっていう状況だったんです。あ、もう無理かなって、そう思ったんですけれども、でも感謝します、感謝します、感謝します、与えてくださいって祈りながら、 えと気づいたらですね寝てしまっていたんですねで退院当日朝ですけれども電話で目覚めました電話の音で目覚めたんですねそしてその電話をがかかってきたのは朝5時前後ぐらいだったと思いますけれども電話が鳴りましたで母がその電話を取ったわけなんですけれどもそしたらですね驚いたことにですね十数年前に あるそのクリスチャンの方と関わってたそのクリスチャンの方からの電話だったんです。十数年前ですよそしてですね急に電話をかけてきてそして私の父に対してですねあなたの父に世話になったからっていうことでそして今どうしてますかってねちょっと電話をすごくかけたい思いになっていろいろとあのいろんな人に聞いて電話番号を教えてもらいました。 そして今電話したんです。私に何かできることはありませんかって急に言ってきたんですよね。退院の日の朝5時ですよで。そしてですね、母はもう祈り続けていましたし、もうこれは難しいっていう状況の中で追い込まれてましたから、正直に言ったんですね、今実は入院しています。ヘルニアで手術をして。そして退院するんですけれども、今経済がちょっと厳しくて困っている状況なんですって言ったらですね、何が起こったかというと、 私がその入院費そして手術費を支払います以前あのお世話になったのでそれを返させてほしいって言ってですねその金額の全額を献金しますってね満たされたんですよねそして無事に退院してくることができたんですけれどももう無理かと思った状況の中でもうその退院の日の朝5時もうギリギリにですね 神様はその方にそういったこの捧げたいいう思いを与えてくださって十数年間連絡を取ってなかった方が連絡をしてきてくださってそして献金してくださって満たされるっていう体験をさせていただきました本当にこれは無理だなと思ったところで,ところでしたけれども私が体験したこの逆転劇っていうのはこの私の人生の中でもその非常にこう何て言うんですかね 大きな逆転として私の心に残っている。そんなこの逆転劇となりましたえ、今日はこのことを皆さんにおわか,かしさせていただきました。最後まで聞いていただいてありがとうございます。またお聞きください。さようなら。